こんにちは、土岡です。今日は12月14日バチトレルセンター練習台はこれカービィの爆弾台ですね。そう、オレンジ君が名前を教えてくれてるけど何の台なのかが分かんないな。右側だけ僕落としましたよね、確かね。爆弾を少しずつ運んで落とすとゲットできる。じゃあ練習スタート。何バッチだかちょっといまいち分かんないな。ボーボーとかガウガウとかクレットとかいるやつですかね。まあ、とりあえず最初はね、右から落としていきましょう。はい、ポン。右行ったんだけど爆弾消えたんだけど、これでチョン。うわー、取れないじゃん。右だけでも取れないの。よし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 、おお、右を崩したら左が落ちると。これでドンと。なるほどなるほど。左から狙ったらどうなるんだろう。左から狙うと、よいしょ、おお、左は全部落ちると。なるほどなるほど。右をうまくやったら3手ぐらいでコンプできるのかな。さあ、小当たりは、ふん、当たりません。1プレイ無料。さあ、今日はね、アイリさんからこのね、びっくりマークをね、ハンマーで押すとすごい気持ちよく取れるよということなんで、これやってみようか。びっくりマークを押し出します。コン、いけ、無駄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 。うっそ。なぜ、おしゃれプレイいっちゃうよ。ちょっと一手無駄しちゃった、どうしよう。さすがにちょっと狙えなくなっちゃったんで、バッチ並べ直しますね。いや、まさかどう、大丈夫かな。もう一回失敗したらちょっとさすがにやめときますね。なんかでも落ちる気しかしなくなってきた、やべえ。なんでこうも失敗しちまうんだ。打っていくぜ。もうやめました、ごめんなさい。ちょっと僕無理だ、もう失敗する、もう失敗するイメージしかできない。こういう時はダメだ。もう一個アイスクライマーやってみましょうか。一番左までちょっと押してみますね。こう押しでいけないかな。トン、うん、いや、いけ、落ちろ、いけ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 、オッケー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 、おほほほ、おほほ、惜しい、いってコンプいけそうだった今。ちょっと最初のね2手が、信じられないぐらい気持ちよく取れましたね。惜しかったー、残念、いってコンプはならずでした。いや、気持ちよかった。奥狙いが一番だね。ちょ、これもう一回リメージしてみようか。2手しかないけどね。もう悔しい。なんであのびっくりマーク押せないの。もうちょっとギリギリでいこうか。ほい、いやー、やっぱり、あー、でも押せた。あー、でも押せた。やっぱりギリギリでやった方がいいのかもね。さあ、すくい上げていけ、ポーン。あー、2個残っちゃった。でもこの後どうすんだろう。この後、あー、下段を打つのか。はい、びっくりマークだけがね、たくさん溜まりましたね。そしてアイスクライマーの台は、あや、あわや一手コンプ、2手コンプでしたね。そしてハンマー台も2手で、なんとかね、残り2個までは取ることできました。はい、それじゃあ今日のミバスコーナー行ってみましょう。みんなで食材を持ち寄ってハロウィン鍋パー。それ人参じゃなくて赤ピクミンっすよ。やべえ、リンク、やべえ、リンクめっちゃ投げてるし、赤ピクミンがね、右の方で焦ってますね。自分の仲間が入っちゃってるから。
もうでも赤ピクミンはまだだけど、あの上のね湯気を見たらピクミンが山ほど入ってんじゃないかな。ちょっと食べたくないかも。衣装選びに迷っちゃうっす。今日はどの服がいいっすかね。ゼルダ姫がいないからってすっかり女装にはまりそうっすね。青リンクの秘密みたいな感じかな。すごいね、外では青でね男の子風だけど家に帰ったら、女の子風が好きだっていうことなんでしょうね。それにしても可愛い服が多いね、確かに似合いそう、なんとなく。はい、それじゃあ今日はねここら辺で終わろうと思います。今日練習台ね、右と左に分かれてる爆弾台だったんだけど、右の方はね多分ねどう頑張ってもアニマルカービィが1個残るんじゃないかな。でそれを、2手で処理できたら、3手コンプ台なんじゃないかな。左をね狙うと、全部落ちてくれるので、左はね1手で落ちるので先にね右からやるといいかもしれません。本番ではねアイリさんが教えてくれたビックリマークを打ったらうまくいくよっていう情報を得てビックリマーク狙ったんだけど、ビックリマークがね触っただけでコロコロ下に落ちちゃって、ハンマーがね空振りしちゃいました。上のバッジに、ね、当たらないギリギリラインをね、ハンマー下ろしたらいいんじゃないかな。次のバッジをね叩けるのでね。アイスクライマーの一番角の台は、一番奥にねアーム刺したら僕みたいに多分ねいい展開になると思うんで、もしかしたら運が良ければね一手コンプできるし、まあ、下が詰まっちゃったらちょっとねやり直した方がいいかもしれないけど、バッチ1個残りのね2手コンプできましたんで、よかったらね皆さんもやってみてください。それじゃあね明日も楽しくプレイしようと思うんで、よかったらねまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。